模範的になると思いますので、よく見といていただいたらいいかと思います。はい、音楽が始まってから2小節は8小節です。あ、8小節ですね、はい、8小節はイントロダクションということになりますが、はい、自由にあの演技していいことになります、はい、スタートポジションが決められておりまして、ジャッジ席から見てちょうど右奥のコーナー、ここです、はいはい、ここからスタートしてリンクを2周いたします。ステップの正確さ、そしてホールドのしっかりした、はい、原点箇所のところでしたらとっても良かったですよね。はい、このあたりもちょっと複雑な動きがあります。そうですね、難しいんですが、バレエの動きですね。はい、さてこのあとジャッジ席の中央に行きますが、このあたりも減点の対象になる箇所ですね。はい、そうです、ここからです。女性がよくコントロールされてるかされてないかを見ます。とっても良かったですね、素晴らしくコントロールされてました。はい、足元、フットワーク、エッジワークにブレがないというのがまず一つの課題ですね、はい、ここからまた2周目のパターンになりました。はい、1周目と同じようなステップで進んでいきます。セカンドシークエンスです。今ちょうどジャッジ席の左の隅をターンしているところです。これからジャッジ席の中央に戻ってきます。とてもエレガントですね、よくコントロールされてますね。とても難しいところなんですよ、今のところは、ね、まもなくジャッジ席から見て右コーナースタート地点に戻ってきます。はい、これでもう終わりなんです。これで2周、はい、2シークエンスのコンパルソリー第一課題が終わりました。衣装も非常に清楚で、はい、優雅さが出てますよね。